漫画原作、時代劇、バイオレンス、子供向け、どんなジャンルもこなす日本で一番忙しい鬼才三池崇史監督が新作映画を放つ。その名も初恋。三池監督自身初めて撮ったラブストーリーだと語る本作が2019カンヌ国際映画祭、監督週間など海外映画祭や全米での先行上映を経て本日2月28日に封切られました。主要キャストは久保田正孝。今回はこの久保田正孝さんについてググってみました。久保田正孝とは1988年8月6日生まれ、31歳、神奈川県出身、身長175センチ、血液型 B 型、職業俳優、所属事務所は株式会社スターダストプロモーション。略歴、家族は父と母と4歳上と1歳上の兄がいます。三男であり末っ子です。兄2人が野球をやっており、久保田少年も自然と野球を始めました。小さい頃の夢はプロ野球選手になることでした。母親の勧めでスターダストプロモーションのオーディションを見つけて応募し、事務所に入所する。学歴、小学校は地元横浜の大岡小学校へ入学しています。小学生の頃は少年野球のチームに入っていました。中学校は横浜市立南中学校へ進学しています。中学時代は野球部でなくバスケットボール部に入部しています。漫画スラムダンクの影響を受けたと答えています。ポジションはポイントガードでした。卒業後、高校は神奈川工業高等機械科、偏差値45へ進学しています。バイクが好きで整備士を目指しながら原付バイクを購入するためガソリンスタンドでバイトをしていました。兄2人もバイクを所有しており、兄の影響からです。高校時代はダンス部に入部していました。ヒップホップダンスに夢中になっていました。エグザイルに憧れ、特に淳は神ですとリスペクトしていました。高校卒業後、大学へは進学していません。デビュー後、2006年4月、テレビの深夜ドラマチェケラッチョ in 東京で主役に抜擢され俳優デビュー。この時の監督が三池崇史氏で、三池監督に出会ったことが俳優としての転機だったと答えています。2008年、20歳の時にテレビドラマ携帯捜査官7に初主演。2014年上半期放送の NHK 連続テレビ小説花子とアンの主演で知名度が上がる。日本テレビ系ドラマデスノートなどへの出演が続き、演技の評価を上げる。2019年9月21日、2017年7月期放送の僕たちがやりましたでの共演を機に交際をしていた女優の水川あさみと約2年の交際期間を経て婚姻届を提出した。まとめ、久保田正孝さんの身長は175センチ、最終学歴は神奈川県立神奈川工業高等学校卒業で偏差値は45でした。